はい、どうもこんにちは、奈々です。はい、今回はね、ギャル最大っていうゲームやっていこうかなと思います。でね、このゲームね、ギャル好きのための超感動 RPG らしいね。うお、すごいね。もう超感動って言っちゃってるね。ハードル高いけど大丈夫かな。とりあえずやってみようか。ニューゲーム、めちゃめちゃ期待してるわ。超感動だもんな。あなたの名前を入力してね。よし、もうギャルと言ったらこれでしょ。ナナポヨでいくわ。ユキポヨじゃないからね、ナナポヨだからね。よし、決定と。それでは恋愛と青春の日々をお楽しみください。この子が主人公かな、おそらく。起きた。何ここ。俺の名前はチンピラだろ。どこにでもいる普通のガガセさ。嘘でしょ、これボイスありだったんだ。チンピラ太郎、世界最大級にテンションがアゲアゲなんだぜ。ブーガガこいつすごいな。お前名前チンピラなんだ。うわ、でもお前みたいなやつがそばにいると結構楽しそうだな。あ、なんか来た。おやおや、八つ咲き。廊下までゴブリンみたいな声が響いてくると思ったら、やっぱりチンピラさんでしたか。おお、すごいやつが来たな。またこいつも高校生なのか。高校生って思えないんだけど、お前ら二人。あ、誰かと思えば八つ咲きゴーモーマルじゃねえか。ちょうどいいところにゴーモーマルこいつチンピラが俺好きだな、マジで。付き合ってた彼女と昨日別れちまったか。新しい彼女作るの手伝ってくれよ。お前ら仲いいだろ、本当は。おやおや、そんなチンピラさんに朗報です。お、なんだ。 B 組の海原ビキニさんがあなたを探していました。海原ビキニ、名前かっこよ。漢字当て字がかっこよすぎない。マジで海原ビキニって、いや、年中ビキニ姿で生活している、そんなやついんの。学年最大級の美少女じゃねえか。年中すごいな。冬も学校でもそういうこと。そんな学園最大級のクレイジーガールが校舎裏で待っているらしいですよ。え、どんな展開それ。チンピラと学園最大級のクレイジーガールの組み合わせってどんな組み合わせだよ。よし、テンション上がってきた。鼻歌歌いながら向かうぜ。ちょっと待ってくれ。てか、ここはどこなんだ。ここはどこだ。これ教室か、もしかして。八つ咲きくんがパーティーに加入しました。校舎裏に向かいましょう。おう、なんか仲間になった。てか、お前も来るんかい、八つ咲き。なんか歌ってるなんか歌ってる。なんつってんだろう。うわ、すごい。なんか、うわ、歩き方の癖。しかもこれ教室だな、おそらく。あのさ、席空きすぎじゃない、ここ真ん中空きすぎじゃない。これ卒業式ぐらい空いてんじゃん、これ。なんか歌ってるけど、なんつってんだろう。調べられるか。他校との抗争が起こった時のためにフギバットやコンバットナイフがしまわれている。これでいつでもドンパチできるね。あ、この学校多分だいぶ治安悪いんだろうね。こう、あとなんか壁にひびは入ってるし、これ何。あとバンクシー来た。ここバンクシー来たでしょ、これ。あとはなんだ、ここはコーラみたいな。消火器だ。消火器は振り回して敵の頭部を投げれば武器として使えるという優れものだ。確かに消火器めちゃめちゃ痛そうだな、殴られたら。あとこれは本棚だ。ガラスが割れている。割れたガラスはいざという時に武器として使える優れものだ。ちょ、うるせえのお前うるせえんだけど、マジで。ちょ、俺のさ、説明がちょっとかすれちゃうから。真夏の焼肉つってるけど、なんつってるか分かんねえな。とりあえず外出て。うわ、何、廊下広っ。冒頭かの、お前元かのかい。声カスカスだな。お前二日酔いだろ、それ。え、なっつってた。もう声高くない、お前。声高すぎ。逃げるしかねえぜ。どうやって付き合ったお前ら、本当に。こうしてチンピラ太郎の世界最大級のチェイスが。チェイス。チンピラ太郎が生きるか死ぬか、急に。それはあなたの手にかかっている急になんか実況入ってきたけど。え、なっち、なんか、おいおい、いきなり死んだって。プレイヤーの操作がおぼつかなかったがためにその命を散らしてしまう。え、一瞬で骸骨になったんだけど。ちょ、壊す。え、ちょっと待ってくれ。おやおや、無様な結果に終わりましたね。シフトキーを押しながら移動することでダッシュができるんですが、もしかして知らなかった感じですかね。知らねえよ、そんなの。知らないよ、初耳だよ、それ。え、ちょっと無理無理無理、ちょっと早すぎだよ。ちょっと無理だって。ちょっとひどい。あー、死にすぎ。あ、本当だ、ダッシュできる。おう、てかこれあれじゃん、相打ちなんだ。あの元カノとは、元カノが相打ち覚悟で俺のこと殺していくのか。じゃあこっち行くよ。もう、お、なんか来た。おやおや、チンピラさん、
無事に逃げ切ったようです、ね、なんだ意外と簡単だった何回か死ねばいいのかい。まあチンピラ太郎さんがあの程度の相手に捕まって死ぬとは思いませんけどね。めっちゃ煽ってきてやがるこいつ八つ咲き。どんなもんだい。あこいつ煽りに気づいてないこいつ。所詮は元カノといっても人間、チンピラ太郎さんにかなう道理はありませんね。おめっちゃ前を上げてくれんじゃん。彼女たちは元カノの中でも最弱。お最弱だ。先を急ぎますよ。やつは四天王の中でも最弱ってやつか。待っててくれビキニちゃん。ビキニちゃんなんかいるけど、これなにこいつ。死ぬんかい、死ぬんかい。悲しいぐらいに引っかかりますね。それは聞いてないよ。とりあえずこの下行っちゃうよ。なにつもりです。ちょっと待って、全然何も見てなかった。お、こいつは。お、なんだ、学生すごいな、お前。サスペンダーつけてるの、パダキサスペンダーか。ここから外に出ると校舎に行けるぜ。あよ、なんか見た目はまともじゃないけど、なんか性格はまともないだろお前。唯一お、これで外に出て。お、なんだ この子がビキニちゃんか。あ、あれは間違いね、あれはビキニちゃんだ毒根回りしなんか、なんだいなんだいそれ。え、引っかかったな、お命ちょうだい。声の癖。え、ちょっと待って、これ待って、なんだこいつだ。うお、ジョイマン高木だ。高木じゃなかった、ジョイマンの片方だ。片割れだった。ジャンガリアンゲロミ、人間のジャンガリアンゲロミ、世界最大のスケバンです。スケバンなんだ。そして何を食らったものに化けることで新たな獲物をおびき寄せるという生態を。じゃあビキニちゃん食われたじゃん。おそらくビキニさんはここで待っていて彼女の餌食。え、そんなビキニちゃん。お前らそんなとこで話してる場合じゃないって。今すぐに校舎の中に逃げろって。内臓が黒でやるわ。ゲロミの声好きだな俺。おい、なんでお、来た。こういう要素もあるんだ。ゲロミが出現、戦う、逃げる、ま、逃げれる、逃げれないな。戦うか。攻撃、喧嘩、殺法、防御、アイテム。攻撃してみる、とりあえずゲロミに。あ、これはなんだ。あ、次八つ咲きのやつね。八つ咲きじゃ喧嘩殺法やってみる。味方全体の攻撃力を上げる。2回まで重ねがけできる。熱いブレスやってみるか。チンパラダ79。わからん、79のがどれくらいなのかわかんねえ。殺意ブルースだ。やったぜ、上がったな。これで戦って、こいつはこいつの喧嘩サポ、敵単体に対して強力な攻撃を行う。ブンブンパンチトルネード、すっごい小学生が作ったような名前だなその技。じゃあとりあえずブンブンパンチトルネードやってみるか、ゲロミに。で次ヤツザキが攻撃させるか。どう、なんだこいつ。ああ、ゲロミか。焼きが何回か言ってたな。お前顔そんな顔してたんだ。お前さ、ちょ怖すぎない顔。させるか。させないな。ぶっ潰しやめ。ちょっと血が黒いな。お前妖怪人間、妖怪人間でも緑なのにお前黒いんだ。うわ、え、なんだこれ。チンピラ太郎がビキニグランドスラッシュを取得しました。すげえなお前の技ね。誰がつけてんのそれ。うお、すごい、めちゃめちゃすごそうな技だけど。ビキニグラン、乾燥してるって。勝った、普通に勝ってた。意外と勝てるんだこれ。めちゃめちゃ強そうだね。あー、死んだ。戦いは終わった。だけどビキニちゃんはもう声優の力がすごいな。そういえば呼び出す際にビキニさんから伝言を預かっています。そうなん、お前裏で繋がってんだろお前ビキニと。鶏の飼育当番をサボらないようにだそうです。え、それだけのために来たの。 あいつかい、あいつ鶏かい。何、告白じゃなかったのか。それも伝言、わざわざ呼び出して言うことじゃないって。それ元気出してくださいよ。今日は帰り焼肉をおごりますから。え、マジ。鼻歌うぐらいの元気は取り戻せる。焼肉をおごってくるの。ジョジョ園で頼むわ。じゃあ今日は何も空気しねえわ。そんなショックなんだ。ただ飯くれ、おごってくれるっていうのに。焼肉行こうぜ。失恋を味わったチンピラ太郎はとぼとぼとキロに着いた。焼肉食ってる。嬉しいこいついいな、楽しそうだな。焼肉はうまい。
チンピラ流なんだ焼肉焼き方ゴロサイの、うん、急に実写まずは肉の用意だ鉄板に油を引くんだなんだこれこっからだほんま焦げないようにひっくり返して程よく焼けたら完成だ焼肉作者だな絶対に我らの戦いはこれからも続く匿名ナナシ先生の次回作にご期待くださいなんだったんだましてあ、なんだ終わったし終わった何最大ギャルとは何だったんだマジ で最大ギャルって何あいつあのスケバンのこと全然ギャルじゃねえしあいつあギャルまあギャルのアスあのギャルのおっぱいは確かに最大だったけどうおなんマジねえぐれあこれキャラクターボイスだうえすげえなやっしゃーやきにくちゃうめー